シー・ゴードンベルはアメリカ合衆国の計算機工学者、実業家、著名なコンピュータ技術者でありマネージャー。デジタル・イクイップメント・コーポレーションの初期の従業員として PDP シリーズのいくつかの機種を設計し、技術部門の副社長としてッ a x の開発を統括した。その後、企業家、発明家、NSF の情報科学部門のアシスタントディレクター。 マイクロソフトでの研究などの仕事についている。ミズーリ州カークスビル生まれ。父はベルエレクトリックという電気店を営んで電気機器の修理や家庭向けの電力線の配線などを行っており、ベルはその家業を手伝っていた。MIT の電気工学科を1956年に卒業し、翌年には修士号を得ている。フルブライト小学制度でオーストラリアに行き、 コンピュータ設計の講師を務め、オーストラリアの初期のコンピュータの一つのプログラミングを行い、論文も発表している。アメリカに戻ると、MIT スピーチコンピューテーションラボラトリーのケネス・スティーブンズ教授のもとで働きアナリシス・バイ・シンセシス・プログラムを開発した。DEC の創業者兼オルセンとハーラン・アンダーソンが1960年にベルを引き抜き、最初に PDP-1 の入出力サブシステムを設計させた。その後、PDP-5 の開発に従事し、PDP-4 と PDP-6 の設計を任された。その他のアーキテクチャ上の貢献としては、PDP-5 及び PDP-11 のユニバスと汎用レジスターアーキテクチャがある。1 9 6六年、ベルはカーネギーメロン大学で、 計算機科学の講師となったが、1972年には DEC に戻って技術部門の副社長となった。そこで彼は DEC の最も成功したコンピュータであるバッ a x の開発責任者として働いた。ベルは心臓発作をきっかけとして1983年に DEC を退社したが、すぐにアンコールコンピュータ社を設立する。 同社は共有メモリ型でスヌープキャッシュを使用するマルチプロセッサシステムを開発した。1980年代、彼は社会政策に関わるようになった。NSF の情報科学部門のアシスタントディレクターとなり、なれもインターネットに育て上げるのに尽力した。また1987年、並列計算分野の開発を奨励する目的で、悪名、ゴードンベル賞を設立した。 最初に受賞したのは、ヌーベ、銃を活用したサンディア国立研究所の研究者グループであった。1986年、アーデントコンピュータ社の設立に関わり、1988年には開発部門の副社長となった。1991年から1995年まで、ベルはマイクロソフトの研究部門の立ち上げに関わり、その後もフルタイムで関わり続け、 2010年現在もそこで働いている。テレプレゼンスなどのアイデアを研究している。マイライフビッツプロジェクトでは自らの人生を研究対象としている。これはバネーバーブッシュの無双したシステムの実現であり、個人の経験に関わるあらゆる文章、画像、音声を集積し、高速かつ簡易にアクセスできるようにするシステムである。このため、ベルは過去に読んだ 書いたすべての文章、CD、電子メールなどをデジタル化した。現在も、この作業は継続されていて、彼の行うウェブブラウジングの履歴、電話などによる会話がある、程度自動的に集められている。このプロジェクトについて、トータルリコールという本にまとめており、ペーパーバック版の Your Life Uploaded, The Digital Way to Better Memory, Health and Productivity も出版されている。 ベルは、アメリカ芸術科学アカデミー、アメリカ科学振興協会、アクメ、IEE、e、のフェローであり、全米技術アカデミーと、米国科学アカデミーのメンバーでもある。2009年には、オーストラリア工学アカデミーのフェローに選ばれた。T、バンガードのイ問委員会委員も務めており、オーストラリア連邦科学産業研究機構の、情報通信技術部門の諮問委員会委員も務めている。 1992年、IEE、e、フォン、ノイマンメダルの最初の受賞者に選ばれた。他にも、コンピュータ歴史博物館フェロー、名誉工学博士号、AEA、e、インベンターアワード、IEE、e、エミネントメンバー、S アワードオーブ、イータカッパニューなどがある。そして1991年のアメリカ国家技術賞を、ジョージ・ H.W. ブッシュから授与された。2007年には、 イいたかっぱニューの名誉会員となった。2010年、カーネギーメロン大学から名誉博士号を授与された。同大学は彼をミニコンピュータの父と呼んだ。1979年、妻と共にボストンのコンピュータ博物館設立に関わり、1999年にはその後継となるカリフォルニア州マウンテンビューのコンピュータ歴史博物館の設立にも関わった。 コンピュータ関連の博物館の構想は1970年代、初めから DEG のケンオールセンと共に練っていた。ベルのウェブサイトには、情報処理の機会、出来事、関係人物についての年表もあり、期限前から現代までをカバーしている。悪夢の学会誌 CACM に2008年に掲載されたベル、エスロー・フォー・ザ・バース・デス・オブ・コンピューター・クラス図で説明されている。 コンピュータ業界を長年観察してきた結果に基づく経験則である。なお、英語版ウィキペディアなどでは、法則自体の初質としては1972年のザイフェクト・オブ・テクノロジー・オンリア・ターム・コンピュータ・ストラクチャーズを挙げている。コンピュータ・ワールド氏、バックス・マンより DEC で働いていた頃ノベルが言っていた、格言、1982年2月10日。 インテルのロバート・ノイスやゼロックスのデイビッド・リドルと共にワールドトレードセンターでイーサネット2.0企画を発表した際の発言。ありがとうございます。